ヒラノシオの弟が YouTube チャンネル開設。ファンの期待と懸念が交錯する背後にあるストーリー。元キングプリンスへのメンバーであり、一時はジャニーズ事務所を離れたヒラノシオ彼の弟であり、アパレルブランド RKS ィキーの代表を務める平野陸が兄の再始動に連動して YouTube チャンネルを開設した。 この出来事によって、ファンたちの期待と同時に懸念が渦巻いている。潮と陸の初のツーショット写真がインスタグラム上で公開されたことで、ファンたちは歓喜に包まれた。陸氏は、滝沢秀明氏が設立したアーティスト事務所、飛べ、からの再スタートを切ったばかりの潮との写真をアップ。コメント欄には、初のツーショット。実現して幸せだよ、平野兄弟。 最強の2ショット、いつかあるかなと思ってたけど、ついに、といった好意的な反応が寄せられていた。シオ様は昨年、キングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を離れるという決断を下した。そしてトベとしての新たなステージを踏み出し、元メンバーである神宮寺ゆうと共に YouTube の生配信を通じて再始動を宣言した。 この一連の出来事は、ファンたちに新たな展開への期待を抱かせるものとなった。一方で、陸氏の YouTube チャンネル解説には、ファンの中には懸念の声も広がっている。彼はアパレルブランド、RKSDK を代表し、自身のスタイルやファッションを発信してきたが、その活動方法が一部で議論を呼んでいた。 彼の過去のフォトブックの販売方法やイベント開催に関するアプローチは一部の人々から批判を浴びる結果となった。クシのアーピスト活動は精力的であり、彼自身が主催したファンミーティングやワンマンライブなども成功を収めてきた。そして彼の YouTube チャンネル開設はこれまでの活動に新たな一石を投じるものと見られている。 ただし、一部の仕様のファンは、便乗症法が加速するのではないかという懸念を抱いている。陸氏が過去に自身の活動を紹介する際に、兄である紫陽との関連性を強調していなかったことから、彼の活動が兄の人気を利用しようとするものと受け取る人もいる。 また、仕様が飛べでの活動再開を発表した時期と、陸氏の YouTube チャンネル開設のタイミングが重なっていることも、一部のファンに疑念を抱かせている。これについては、兄の成功に便乗するために YouTube を始めたのではないか、ジャニーズの監視から解放された途端に行動を起こしたのは偶然かといった憶測がネット上で広がっている。 潮と陸、二人の兄弟は小学生の時から共にダンスユニット、ショーリキーとして活動し、ダンスコンテストにも出場していた。これまでの経緯から、二人の兄弟によるダンスコラボ動画が公開される可能性も示唆されている。平野潮と平野陸、兄弟の新たな一歩にファンたちの注目が集まっている。 仕様の再始動と陸の YouTube チャンネル解説、その背後にあるストーリーが今後どのような展開を見せるのか、ますます興味深い情報が待ち受けていることだろう。